こんばんは。こんばんは。はい。後ろに出てますけど、村野先生のね、村野先生チャンネル、5000名突破しました。達成ではありません。突破です。まだまだ行きますからね。今日はその辺のことを、いくつかインタビューさせていただきたいと思うんですけど、私のバックにね、ちっちゃい字で書いてるんですけどね、スタートがですね、2020年の3月11日、割と最近のことですよね。そうですね。1年半、3月11日に、YouTube チャンネルは登録しましたけど、初投稿が、まだ3月11日は現役の教員だったので、4月の1日に1本目を上げてるんですよ。なるほど。その現役の準備時代ってどんな準備されてたんですか？いや、特に準備はしてなくて、春休み中に動画を2本ぐらい撮っておいたぐらいですかね。はい。もうチャンネル登録とかはスムーズに、解説とかはスムーズに。そういうことは特に問題はなかったんですけども、はい。そこから、わかんない人はわかんないというのが私に苦労した覚えがあるんですけど、吉田先生の場合どうでしたか？いや、僕はもう退職してたしね、もともとセミナーをリアルでやりたかったんですけども、できないから、毎年参加してくれる先生に、じゃあ動画配信でもしようかっていう感じだったんですよね。でね、僕も村野先生に聞きたくて、ほら、音が入ったり、イラストがあったり、ね、冒頭からこういうパターンでやるっていうふうに随分決めてたんだろうなと思ったんですけど、ね、そのあたりどうなんですか？ですね、僕実はですね、学生時代ずっと映画を作ってたんですよ。映画ですか？高校生の時からもう映画気違いで、見てるだけじゃ物足りなくてですね、映画を自分で、監督作品が7本ぐらいあるんですよ。で、教員になってからも子供たちと一緒にクラスで映画作りっていうのをやって、お祭りなんかで全員で公開したりっていうこともやってましたね。で、子供と作った映画も5、6本ありますね。ちょっと2つ聞きたいです。子供の映画、あと2つ目ね。で、最初は自分が作られた学生時代、映画ってどんなのですか？ですね、僕は基本的にホラー映画が好きなんです。ホラー明かりなんですね。なので、とにかくホラー映画ばっかり作ってて、まあ、だんだんですね、ホラーから、皆さん、スタンディ・キューブリックって映画監督知ってますか？2001年宇宙の旅とかね、時計仕掛けのオレンジとか、シャイニングってホラー映画作ってるんですけども、まあその人のような方向性を目指して、ちょっと狂気じみた若者の映画とか、そういうものをですね、作って。意外でしたね。意外。子供たちと作った映画は。子供たちって結局。ホラーじゃないですよ。いや、ホラーなんですよね。子供たちはいつも作りたいもん。どんなの作りたいって聞くと、大体ホラーって言いますね。で、脚本も子供が全部書いて。で、それで、まあ撮影は私がやったんですけどね。編集とかはね。もう子供も喜んで、まあ最終的に全部 DVD にして、配るっていう。まあ今はちょっと難しいかもしれませんやってました。はい、すごい実践ですね。ちょっとびっくりしましたね。セミナーでは時々喋りますけど。もう5000名で吹っ飛んじゃいましたね。じゃあ、このチャンネルの話に戻しますけど、一番最初の動画って覚えてらっしゃいますか？覚えてます。どんな内容ですか？漢字ピラミッドっていう教材ですね。はい。で、それが、結構当時、初っ端からみんながすごく見てくれて、ダウンロード、結局ダウンロードが僕らはできるように作ってあるので、はい、たくさんの人がダウンロードしてくださって、漢字ピラミッドって子供が熱狂するんですよ。はい、だから一番の武器を最初に持ってきたんですね。なるほど。ただ今人気ですよね、漢字ピラミッド。オンラインでやると、学級対抗でやると盛り上がる。あ、そうなんですか？そう。はい、5年1組、今18段突破しましたとかって、あ、2組頑張れみたいな。それは知らなかったですね。どこでやってるんですか、それ。忘れましたけど、どっかで見ました。いや、これ、学級対抗オンラインって盛り上がるだろうなと思いました。ああ、そうですね。でもね、僕が始めるときは、やっぱりちょっと、ね、抵抗があって顔出すとか、日本中の人に見られちゃうわけじゃないですか。だけど、
勇気づけられたはですね、バン先生が始めたっていうことが一つ、バン先生はまあ、やりそうな感じがするんですけど、ある日ね、吉田先生が映ってるのを見て、吉田先生がやってるわと思って、じゃあちょっと頑張るかっていう感じになったんですよね。二人やってらっしゃったんでね。吉田先生が刺激になってたとは。吉田先生が登場するとは思わなかったので。では、3月中に多分見てるんですよ。ですから、吉田先生は先に始めていたと思うんですよね。そうですね。3月にはもう上げてましたね。ああ、なるほど。はい。じゃあ、最後にですね、村野先生に今後の目標を伺いたいと思います。今後の目標は1万人突破です。内容としてはどうですか？こんなのをやってみたいとか。内容的には、そうですね。あんまり変わんないとは思うんですけども、ただ、まあ、今、二人の先生の前で言うのも失礼かもしれないんですけども、もっといろんな人とコラボしようかなって思ってます。やっぱりコラボっていいなと思って、その一人で喋られてると見てる人もちょっと辛いじゃないですか。ずっとこっち見られてる感じで。誰かが喋ってるのをこう客観的に見てる方が、絵としてはね、非常に見やすい、気楽に見られるんじゃないかなと思うんですね。ですからこのコラボも皆さんそんな感じで見てくださってるっていうふうに、ご意見いただいてますので、コラボを増やしていきたいなというふうには思っています。なるほど。あのね、ちょっと終わらないで水野先生言わせて。はい、はい、はい。あのね、やっぱ大事な、一番大事なね、その、志。この動画を作った志を少し聞きたいな。なるほど。はい、お願いします。教育界に何を提起したいか。あの、YouTube チャンネルでですね。はい。結局なんで早期退職してこんなことしてるかというと、うん、やはりその情報、有益、自分で有益っていうのもあれですけども、皆さんに役に立つような情報が少しでもこう広がるといいなと思ったことなんですね。あとは、その、本当はそれがいいかどうかわかんないんですけども、今映像文化になってきてるじゃないですか。文字からはみんな離れて、しまっているので、そうするともう映像で訴えるのが一番こう皆さん見るかなっていうのもありましたね。はい。ですから何か人の役に立って死にたいなっていう。はい。終わりました。ありがとうございました。はい、いい質問ありがとうございました。はい。ということで今日は今回は村野先生の5000名突破記念インタビューをお届けしました。以上です。ありがとうございました。はい。はい、僕も頑張ります。はい、今後ともよろしくお願いします。はい。